バラマキみたいな匂いが。ありがとうございました。すいません。今マイクつけたいんだから、あとどんぐらい？国民の今日お集まりの本当に熱心にお話を聞いてくださる皆様方の本当の関心事は、現場の医療の崩壊や、あるいは一生懸命働いても給与が上がらない、この給与の体系は一体どうなってるんだ。若い方々がせっかく社会に出て働こうと思ったけれども正社員になれなくて、なんで非正規雇用で正社員の方との間に差があるんだ。親愛なる新潟県民の皆さん、こんばんは。この度の自由民主党総裁選挙に立候補させていただきました、私は石原伸晃です。どうぞ皆さんよろしくお願いを申し上げます。私が行わせていただいた行政改革の中で、特殊法人、認可法人の改革というものがあります。成田空港を民営化したり、あるいは地下鉄を民営化したり、その他のものを廃止したり、163の法人を全て改革させていただいて、2兆円そこに入っている財政支出予算を削らせていただきました。